テルク語映画は、インドの映画のうち、テルク語で制作された映画であり、テランガーナ州に拠点を置く、映画産業を指す。トリウッドの通称で知られ、ハイデラバード近郊のフィルムナガルで、多くの映画が制作されている。1909年以降、映画制作者ラグパティベンカイアーナイドは、短編映画を制作して、興行のため、インドやアジア各地を巡業し、1921年には、 初のテルグ語サイレント映画、ビショマ・プラティグナを制作した。この功績により、ラグパティはテルク語映画の父と称されている。インドの映画産業としては、ボリウッドに次いで2番目の規模を誇る。1933年に、東インド映画会社がサビイトリを制作した。同作は、マイラバ・ラム・バーラ・バーラティ・サマ・ジャムの舞台演劇を原作としており、 テルグ劇場ムーブメントの父と呼ばれるシープライヤーが監督、ベムリガッガイアート、ダサー・リー・ラー・マティラカムが主演を務めており、100万ルピーの制作費を投じてカルカッタで撮影された。映画は第2回ベネツィア国際映画祭で名誉賞を受賞している。1936年に南インド発の映画スタジオとなるドゥルガシネトーンがニーダ・マルティスライヤーによって、 ラージャムンドリーに設立された。1951年に制作されたパサラバイロビは、翌1952年にムンバイで開催された第一回インド国際映画祭で上映された唯一の南インド映画となった。CNN イベンが選ぶ史上最高のインド映画100には、テルグ語映画からパトラバイロビ、マラスウォーリー、デボダス、幻想史上、ノルタナセラ。 マロチェリトラ、マーブホミ、ソングカラバラナム、サガラソングガメム、シバがランクインしている。2005年、2006年、2008年、2014年はボリウッドを超えてインド最大の映画制作本数を記録した。テルグ語映画産業のラモジフィルムシティは世界最大の面積を持つ映画スタジオとしてギネス世界記録に登録されている。 また、ハイデラワードにあるプラサードアイマックスは、世界最大の3 d アイマックススクリーンを持つ映画館の一つであり、世界で最も注目を集める映画館でもある。同映画産業は著作権侵害に対抗するため、アメリカ映画協会との間に、了解をぼえがきを交わしている。2015年、2017年にアルカメディアワークスが制作したバーフバリ伝説誕生。 バーフバリオーの外線はインド最大の工業収入を記録した多言語映画であり、合計工業収入は200億ルピーを超えている。バーフバリオーの外線はインド映画として唯一サターンインターナショナル映画賞を受賞している。デルグ語映画の歴史は1912年のサイレント映画から始まり、1921年に最初のテルグ語サイレント映画。 ビショマ・プラティグナが制作された。同作は、テルグ語映画の父ラグパティ・ベンカヤー・ナイドと、ラグパティ・スーリア・プラカーシュ・ナイド夫氏によって制作された。また、スーリア・プラカーシュは、ヤー・ラグー・ディパティ・バラー・ダ・ラオと共に、ナンドノル、ゴジェンドラ・マクショム、マトシ・アバターを制作し、宗教的人物、グーは、倫理をテーマとするテルグ語映画制作の流れを、確立した。 1935年に、ゴットムカーラ・ジャガナーダ・ラージュがビシャーカ・パトナムに、アンドラ・ラシネ・トーンを設立し、同年、ジャガダンバを制作して、デジタルシアターサウンドを披露した。テルグ語映画の父・ラグパティ・ベンカヤーナイド、テルグ語映画初の全編陶器ーー映画、バクタ・プロラダの、ポスターテルグ語映画初の全編陶器ーー映画、バクタ・プロラダは、南インド映画初の陶器ーー映画。 コリドスの監督、h m レッティによって制作され、同作が完成した1931年9月15日は、テルク語映画の日として認知されるようになった。陶器映画は、大衆の人気を集め、1934年公開のラバクサで、初めて南インド映画は、工業的な成功を収めた。シープライヤーが監督、スリランジャニが主演を務めた同作は、 記録的な観客動員数となり、勃興したばかりの映画産業を主流文化へと成長させた。1936年頃までに観客は映画が宗教的、神話的テーマから離れることを許容するようになり、同年にクリティ・ベンティナ・ゲシュワ・ラ・ラオが制作したプリーマ・ビハイアムでは社会問題がテーマに取り上げられ、同作の成功は 数多くの社会派映画の登場を促した。1939年公開のボンバ・マタラムでは、嫁にが取り上げられるなど人々の監修に焦点を当てるようになり、1937年から1947年の間に制作された96作品中29作品が社会問題をテーマとした映画となっている。1938年に、 ブーダバーリ・ラーマ・ブラーアフマンが制作したマラ・ビラでは、インド独立以前の不可植民改革運動が取り上げられた。彼は、翌1939年にベラリー・ラガバ主演のレイス・ビダを制作しており、同作では、農民の台頭を通して、イギリス領インド帝国のザミンダール体制を批判したため、永遠政府によって上映禁止処分を受けた。1940年には、 ヤーラグルディパティバラーダラオが監督チットゥール・ヴィ・ナガヤーが主演を務めたビス・ワ・モヒニが公開され、同作はインド映画界を描いた最初の映画となった。1951年公開のマラス・ウォーリーはアジア太平洋映画祭で上映されたほか、1953年3月14日に中華人民共和国で中国語字幕付きで公開され、 アメリカ合衆国では 16mm フィルム版が公開された。同作は後にダーダーサーハバパールケーション受賞者となるボンミレッティ・ナラシン・ハレッティが監督している。第二次世界大戦の勃発とそれに伴う物資不足により、英イ政府は1943年に映画のフィルムストリップの使用限度を1万1000フィートまでと定め、 それ以前の平均使用量2万フィートを大きく下回ることになった。その結果、対戦中に制作された映画の本数は、対戦勃発以前よりも減少したが、この直前に、インド映画界に大きな変化が起きていた。それは独立スタジオの形成、スタジオと俳優の専属出演契約、社会派映画の衰退と、神話映画の最高という3つの変化である。 1944年に、ガンタサラバーララーマイヤーが制作した、神話映画、セータ・ラマ・ジャネナムが公開され、後に、テルク語映画のスター俳優となるアッキネイに投げしわら、ラオが、テルグ語映画デビューを果たした。ラモジフィルムシティ内に作られたムガル庭園のセット1948年に、ムーラ・ナーラーヤナ・スワーミと、ボーミレッティ・ナラシン・ハレッティは、マドラスに、 ビジャやボーヒにスタジオを設立した。また、1956年には、インド映画界の中心、LV プラサードが、同地にプラサードスタジオを設立している。その後、長らく産業拠点は、マドラスに置かれていたが、1960年代に、アッケネーニ・ナゲシュワラ・ラオが、ハイデラ・ワードへの拠点移行を始め、俳優から政治家に転身した、NT ・ラーマ・ラオが、 アーアンドラプラデー州首相を務めていた1980年代後半から1990年代初頭にかけて DVS ラージュの尽力により産業拠点は完全にハイデラワードに移行した。ハイデラワードに拠点を移した記念には同地にアンナプルナスタジオを設立している。テルク語映画はインド三大映画産業の一つに挙げられ、 2006年には245本のテルグ語映画が制作された。また、ダックバー・ティラ・アーマナイドとラモジ・ラオンが整備したハイデラバードの映画スタジオはテルグ語映画界に豊富な制作環境と雇用を生み出した。インド映画は言語ごとに産業が細分化されており、工業的な成功を収めたテルグ語映画の多くがボリウッド・西ベンガル映画でリメイクされている。 デジタルシネマネットワークを手掛ける u o ムービーズは、テルグ語映画配給地域にある複数の映画館をデジタイズした。テルグ語映画界には、映画制作者や俳優を養成するため、テランガーナ州映画テレビ学院、アーンドラプラデーシュ州映画テレビ学院、ラーマナイド映画学校、アンナプルナインターナショナルスクールオブフィルムメディアなどの映画学校が存在する。テルグ語圏には、 約2800の劇場が存在しており、これはインド各州の中でも最大規模を誇る数である。テルグ語映画界で最も権威のある映画賞として映画、舞台、ドラマを表彰するディ賞があり、アーンドラプラデーシュ州政府の管轄下にある映画、テレビジョンシアター開発公社が主催している。テルグ語映画は商業スタンスの一貫した映画産業として知られており、 そのスタンスはインドの商業映画に多大な影響を与えた。テルク語映画は莫大な収益を生み出す産業であり、その割合はテルク語圏の国内総生産の1%を占めている。1992年にケーラ・ガベンドラ・ラオが制作したならず者のノムコ殿はテルク語映画として初めて1億ルピーの興行収入を記録した。2006年公開の オマリルーは72枚のコピーフィルムが各国で上映され、好評を得た同作のフィルムは最終的に100巻作成された。同作は公開初週に5000万ルピーの工業成績を収め、アメリカでは6大都市で上映され、公開4日以内に7万3200ドルの工業収入を記録している。アメリカでは在米インド人6万5000人が同作を鑑賞し、3000万。 ルピーの収益を上げている。同作の累計工業収入は2億5千万ルピーを記録し、当時のテルグ語映画で最高額の工業収入となった。この成功を受け、同作はタミル語、ベンガル語、オリヤー語、ヒンディー語でリメイクされている。同年公開のポキリも工業的な成功を収め、その後2年間の間にヒンディー語、タミル語、カンナダ語でリメイクされ、 国際インド映画アカデミー賞で上映されている。テルグ語映画のヒットメーカー SS ラージャマウリ2009年公開のマガディーラ勇者転賞は、批評家から高く評価され、海外興行収入7億8100万ルピーを記録するなど、最も成功したテルグ語映画の一つに挙げられている。2011年公開のドークズは、アメリカでは79スクリーンで上映され、 ロサンゼルスタイムズは前代未聞の最大のヒットと批評した。同作はインド北部、東部、西部地域の21都市でも上映された。最終的な興行収入は10億ルピーを記録している。同年公開のアナガナガオーデレではウォルトディズニーピクチャーズとの共同制作作品となり、同社が南インド映画に初めて参入した。 2012年公開のマッキーは吹き替え版も含めて12億5000万ルピーの工業収入を記録した。2013年公開のアッタリンチキダレジは公開3週間の海外工業収入7億9800万ルピーを記録し、当時のテルグ5映画最大の海外工業収入となった。2014年公開の1、ネノカジネ、アーガズは 同年公開のボリュート映画、クリッシュ、キックと並び、アメリカでの公開初週末の興行記録を樹立した。デジタル技術や特殊効果などの技術発展に伴い、テルグ語映画の技術水準は格段に向上し、これらの特殊効果を多用した、マガディーラ勇者転生、アルンダティ、マッキー、ダマルコムなどのブロックバスター作品を生み出した。2015年公開の バーフバリー伝説誕生は、特殊効果、プロダクションデザイン、助示式内容、バックグラウンドスコアが、非評価から高く評価された。同作は、当時最も成功したインド映画となり、累計興行収入65億ルピーを記録して、南インド映画最大のヒット作となり、ヒンディー5吹き替え版が制作された、非ヒンディー語映画として、初めて10億ルピーの興行収入を記録し、 さらに当時最大の興行収入を記録したテルク語映画となった。また、サターンファンタジー映画賞にもノミネートされている。ヒテックシティにあるハイデラバード国際コンベンションセンタープラサードアイマックステルグ語圏出身の著名な映画批評家としてバシラージュプラカーサム KNT サストリーが挙げられる。テルク語映画は民話やファンタジー、神話、 メロドラマを制作する最大の映画産業の一つであり、これらのジャンルのパイオニアとして、カテル・ベンカー・タレッティ、ビー・ビッタ・ラ・チャールや、コディ・ラ・ーマクリシュナが挙げられる。1950年代に開催されたインド国際映画祭では、幻想史上パサラ・バイロビーが、評価から高く評価された。1956年公開のトノリー・ラ・マクリーシュナは、 ナショナルフィルムアワードの全インド法上を受賞しており、イベンライブは2013年に同作を歴代最高のインド映画に挙げている。1963年公開のノルタナセラはアフロアジア映画祭で最優秀美術監督賞を受賞しており、カディル・ベンカータレッティが制作したドン・ガ・ラムズはインド映画テレビ学院にアーカイブされている。 南ミナバントゥーはサンセバスティアン国際映画祭で批評家から高く評価され、1967年公開のウンマジクータムバムはインド映画連盟によってモスクワ国際映画祭へのエントリー作品の一つに選ばれた。1968年公開のカルト映画スディグウンドルはタシュケントモスクワ映画祭で上映されている。1980年公開の ソングカラバラナムは翌1981年にブサンソン映画祭で観客賞を受賞しており2002年公開のセラドノムは第7回不山国際映画祭でニューカレンツ賞を受賞している1980年公開のマーブホミはカルロビバリ国際映画祭とシドニー映画祭で上映され監督のビーナルシングラオはモスクワ国際映画祭で 映画賞を受賞したダーシー、マッティ・マンヤス・フルーも監督しており、マー・オールはハンガリー国際ビジュアルアート祭でメディアウェーブアワードを受賞した。また彼は第56回カンヌ国際映画祭の批評家週刊部門にノミネートされたハリー・ビルーも監督している。1988年に MV ラグーはコルーを制作してインド30州で 映画賞を受賞し、中央映画認証委員会からも特別賞を授与されている。チャンドラ・シタールタが制作した、ランサラムは、ロカルの国際映画祭で特別賞を受賞している。バーップが制作した、即死は、1968年に、タシュケント国際映画祭に出品された。彼が1976年に制作した、シータ・コリーナムは、ロンドン映画祭。 シカゴ国際映画祭で批評家から絶賛され、同作は英国映画協会のカリキュラムの一つとなった。1986年公開のスワティミューティアムはテルグ語映画として唯一アカデミー外国語映画賞のインド代表作品に選ばれており、サガラ・ソング・ガメムと共にアジア太平洋映画祭で批評家から高い評価を得た。1977年公開のオカ・オーリコットは カルロビバリ国際映画祭、カルタゴ映画祭で特別賞を受賞した。2006年公開のベナジャはシカゴ国際児童映画祭で複数の賞を受賞している。2012年公開のドリームはカナダ国際映画祭でロイヤルリール賞を受賞している。2012年公開のマッキーはトロントアフターダーク映画祭で9つの賞を受賞している。 2013年公開のナー・バンガール・タリーはデトロイトのトリニティ国際映画祭で最優秀作品賞インドネシア国際映画祭で4つの賞を受賞している。2014年公開のマイニュー・グールールはバンガロールの第9回インド国際児童映画祭で最優秀インド映画賞を受賞した。オーフレンド・ディスウェイティングはインドアメリカ美術評議会から特別賞を授与。 されており、パランパラは国際インドネシア映画賞の最優秀長編映画賞を受賞している。チットゥール V 長屋アッキネイに投げしわら、ラオエヌティラーマラオ CSR ア,アンジャネイル SV、ランガ、ラオダサリナーラーヤナラオクリシュナラームゴーパールバルマ、クリシュナムラージュアッキネイに、ナーガールジュナチランジービブラフマーナンダムチットゥール V。長屋は最も影響力のある南インド映画の 俳優とされている。テルグ語映画黄金時代のスター俳優として、ベムリワガイヤー、カリアーナムラーグラーマヤー、ラージャナラナゲシュワララオ、CSR アンジャネイユル、ヤーダバリスーリアナーラーヤナ、CH ナーラーヤナラオ、ムーディゴンダリンガムルティなどが挙げられる。SV ランガラオは、ノルタナセラの演技で、インドネシア映画祭の最優秀主演男優賞を受賞した。 最初の南インド俳優となった。黄金時代に最も成功した俳優には、アッキネーニ・ナゲシュワラ・ラオと N.T. ラーマ・ラオが挙げられており、KNT ・サストリート・パッタビ・ラーマ・デッティ・チカバ・ラプはパラレル映画におけるパイオニア俳優として知られている。アーデルティス・バラオはドラマ映画におけるパイオニア俳優として、ナショナルフィルムアワードで7つの賞を受賞しており、アッキネーニクトゥン・バラオは パサ・ナグラム・ロ・ペイシバルを制作して、カイロ国際映画祭の最優秀作品賞を受賞した。ダサリ・ナーラー・ヤナラは最も多くのテルグ語映画を監督した人物であり、メギャ・サンデッサムは、カンヌ国際映画祭とモスクワ国際映画祭で高い評価を得ている。BS ・ナーラー・ヤナは1974年の、タシケント映画祭と1975年の、 モスクワ国際映画祭のインド代表団の一員を務め、ブエヌレッティ、ケイエス・プラサード、ジャヤー、クリシュナ・グンマーディは、テルク語映画における撮影監督のパイオニアであり、複数の言語のインド映画での活動が知られている。ダサリナ・アラーヤ・ナラオが制作した、トンドラ・パパラ・ユズは、第11回インド国際映画祭で上映されている。クリシュナは、テルグ語映画初のシネマスコープ映画。 70mm フィルム、映画、DTS 映画で主演、監督を務めるなど、テルクゴ映画の技術革新に関わり、また、西部劇や、零零7シリーズのスタイルを、テルクゴ映画に取り入れたことで知られている。リー・ランギ・ベンカータ・ラーマイヤーとラーマー・ナレッティは、黄金時代の二大喜劇俳優として知られている。1980年代に、ジャンディアーラが、監督として台頭すると、 テルグ語映画におけるコメディ映画のジャンルが著しい成長を見せた。その後、シンギー・タム・スリニ・バサラオとラーム・ゴー・パール・バルマは、新しいジャンルを開拓して、国際的に認められるようになった。この他に、セカール・カムラ、チャンドラ・セカール・エレティ、モハン・クリシュ・ナ・インド・ラ・ガンティ、デー・ワ・カッタ、ニー・ラ・カンタ、ナラ・シン・ハ・ナイドなどの若手映画制作者が、インド国際映画祭。 パノラマ部門で評価を得ている。編集技師の A、スリーカルプラサードは1980年代から複数の言語のインド映画で活動しており、映画編集の第一人者として知られている。SV ランガラオ、NT ラーマラオ、ジャガタヤー、カンタラオ、バーヌマティ、スーリアカンタム、グンマディベンカティシュガラ、ラオ、サビトリ、クリシュナジー、クリシュナムラージュ、ソーバンバーブは、 主演俳優としての活動が評価され、ラシュトラパティ賞を授与されている。群馬ディベンカティシワララオは1978年と1982年のタシュケント映画祭ではインド代表団の一員を務め、第28回ナショナルフィルムアワード、第33回ナショナルフィルムアワード、第39回ナショナルフィルムアワードでは、選考委員を務めた。スリスリは、サーヒトやアカデミー賞や、 ナショナルフィルムアワード最優秀作詞賞、ソビエト・ラントネルー賞を受賞するなど、最も影響力のある作詞家の一人だった。シャラダ、アルチャナ、ビジャヤ・シャンティ、ロヒニ、アッキネーニ・ナーガールジュナ、ピーエル・ナーラー・ヤナは、演技を評価されて、ナショナルフィルムアワードを受賞している。メガスターとして知られるチラン・ジービは、イベンライブの、ザメン・フー・チェンジ・ド・ザ・フェイス・オブ・ザ・インディアン・チネマの一人に、 選ばれており、ブラフマーナンダムは最も多くの映画に出演した俳優として、ギネス世界記録に登録されている。特殊効果を手掛ける第一人者としては、ピート・ドレーパー、P.C. サナス、チャクリ・トレティ、ブスリニバス・モハンが知られている。S.P. バーラス・ブラマニアム・ピース・シェイライス・ジャーナキス・サラ、ラクシナ・ムルティ、パルパリ・ラーマクリ・シュナヤー。 オギラーララーマチャンドララオ、ピサプラームナゲシュワラ、ラオ、スーリアクマリ、エムバーラムラーリクリシュナは、南インド映画において影響力のある作曲家として、知られている。ペンディアーラナゲシュワララオ、アールスダルシャナム、アールコバルダナムは、民話映画や神話映画の作曲を多く手がけている。マルハバペッティサティアム、ピーアディナーラヤーナラオ、ガーリペンチャラナラシンハラオ、チェラピッラサティアム、 pb3nibus, sp 高段ダダッパに、gk 弁家シ主 s ハヌマンサラオは、社会派映画で多く活躍している。sp バーラスブラマニアムは、プレイバックシンガーとして4つの言語で、ナショナルフィルムアワードを受賞しており、何賞も受賞している。s ナジェシュアララオは、テルク語映画に、軽音楽を取り入れた人物であり、ジェミニスタジオで10年間活動した。ガンタサラは、 アメリカやイギリス、ドイツで活動し、その才能を称賛されている。ピース・シェーラは、インドの言語で最も多くの歌を歌った歌手として、ギネス世界記録や、アジアブック・オブ・レコードに登録されており、ナショナルフィルムアワード最優秀女性、プレイバックシンガー賞を5回受賞している。この他に S ・ジャーナキ、MM キー・ラバーに、パスプレ・ティラ・メシュナイドが知られている。 ラージコーテは10年以上にわたり活動し、現代音楽を最低にしたことで高く評価されている。RP パトナイクは、テルグ語映画音楽協会の会長を務めている。2012年時点で、配給記録を保持していたのは、世界1600スクリーンで公開された、銅クズだった。同作はボッツワナで公開された、最初のテルグ語映画であり、アメリカでは79劇場で公開され、 前代未聞の最大のヒットと批評された。また、オランダ、ドイツ、南アフリカ共和国、ドバイ、フィンランド、シンガポール、マレーシア、イギリスでも公開されており、著作権侵害を防ぐためインドの高等裁判所にジョン・デュー法令を申請している。同作は累計工業収入10億ルピーを記録している。バーフバリ伝説誕生海外配給版は中国、 日本、大韓民国、台湾、インドネシア、太陽国、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、東ティモールなどのアジア諸国のほか、ヨーロッパやラテンアメリカでも公開された。デルグ語映画の収益の50%以上が、ニサーム地域に集中していると配給会社は分析している。海外市場からの収益の大半はアメリカが占めている。ありがとうございます。